サントリーレッドはサントリースピリッツが製造しサントリー種類が販売するブレンデッドウイスキーの一つである1930年にサントリー赤札として発売されるも一時製造中止を経て1964年に再度発売され以降サントリーウイスキーの定番銘柄としてその名を知られている久し屋の創業者 鳥居慎次郎は1907年に赤玉ポートワインを発売し、同社の土台を築くと、1923年より新規事業として、スコットランドで本場のスコッチウイスキーの製造を学んだ竹鶴正隆を招聘し、同年三島郡島本町山崎に山崎上流所を竣工し、翌1924年よりウイスキーの製造を開始する。 当時はまだウイスキー製造が手探りの状況で、原種の熟成度合いやブレンド、市場のニーズ等を十分に把握していなかった中で、資本投下ばかりが続き、出資者から収益が出ないことに批判が上がったこともあり、まず1929年に国産ウイスキー第1号となる製品を白札と名付けて販売した。しかし白札は、 スコッチ特有のピート州が強すぎたこともあり、消費者から不評を買うとともに、失敗に終わった。諦めずに鳥と竹鶴は、ブレンドを変えた赤札、現在のサントリーレッドを、翌1930年に発売するが、キューバしのぎで作られた代替品が、白札の不評を跳ね返せるはずもなく、これも消費者に見向きもされることなく終わり、 赤札は製造中止を余儀なくされることになる。この後、コトブキ屋は1937年に発売されたサントリーウイスキー12年で国産ウイスキー事業を成功に導くとともに、1950年に発売されたサントリーオールドでその絶頂を極めるが、戦後になっても赤札は復活することなく、不遇の子として扱われ続けることになる。 1962年2月20日、創業者の鳥居は、社長の座を、次男の佐治慶像に前上し、息を引き取る。新たに社長の座についた佐治は、翌1963年に、社名を、ことぶき屋からサントリーに改めるとともに、新たな経営方針を打ち出してゆく。打ち出した事業として、戦前に、父、鳥居新次郎が当時経営難にあった。 横浜の日英醸造を買収するも、数年で撤退を余儀なくされたビール市場への再挑戦、そして、取居とともに、国産ウイスキー事業の立ち上げに尽力した竹鶴が、ことぶき屋を去って、後に起こした日課ウイスキーが猛追していた最中でも、あり、同社の主力であるウイスキーの銘柄の拡充を、中心とするものであった。その中には戦前発売されるも、 不遇の子として扱われ続けた赤札の名も存在したのである。サジの手により赤札はサントリーレッドと名を変えて1964年に再度市場に投入されることになった。サジが赤札を復活させるきっかけとなったのは同年日課から発売され現在まで発売され続けているウイスキー、ハイ日課の市場投入があったことが大きいとされる。 市場への復活と同時に、参加の広告制作プロダクション、サンアドにより、CM が制作される。俳優の宇津井健が出演し、当時人気を得ていた、コーラスグループ、デュークエーセスが、CM ソングを担当。週末に部下と共に楽しむウィスキーとして、CM が制作され、レッドは、拍手を持って迎えられる。 当時ホワイトが1本1000円という価格だったのに対し、レッドは当時の希望小売価格で1本500円に設定されたこともあり、お得用ウイスキーというイメージを視聴者に浸透させるとともに発売に際しては2本分け入って100円安いダブルサイズが大いに売れることになった。その後、1970年代中期以降は新たな洋酒メーカーの参入や 1971年の、博来ウイスキーの自由化に伴い、ブランドも増えていくと、レッドもまた新たなイメージを求められることになる。1977年には当時博報堂の CM プランナーとして活躍していた、藤井達郎の企画により、女優の大原玲子が出演し、映画監督の市川昆が演出を担当した、愛する旦那に振り回されつつも、 なにに尽くす女性を演じるるシリーズ CM が大いに評判となるこのシリーズ CM における藤井の考案したキャッチフレーズ少し愛して長く愛してと時々隣に置いといては長年にわたってレッドの人気を決定づけることになったこの後も現在まで食卓で晩酌に飲むウイスキーとしてのイメージを持ちながら 基本となる 640ml ボトルの他に 1920ml ボトル、また2リットル、4リットルのペットボトルサイズなどで発売され続けている。なお、2017年3月以降より、ラベルの衣装が2002年の刷新以来、15年ぶりに刷新された。ボトルの衣装はこれまで通りのものが使用されるが、レッドの文字を強調したより、 シンプルなラベルの衣装が採用され、さらにキャップのレッドの文字も従来比により力強い書体に変更し、店頭での視認性を向上させた。ありがとうございます。